はい、どうも、コマンチョーラツコサです。前、アクサ生命保険の係長の絶大な給料について語ります。タイムね、リアルな共鳴最初、集めたものを YouTube を再生リストに並べてますので、動画説明欄に URL あってますので、よければそちらからお辿りくださいませ。では、いきます。基本給が51万円、時間外手当が7万円、家族手当が1万1000円、役職手当が13万円、通勤手当が1万円で、月収が73万1000円ですね。賞与が年間2回で344万5000円。年収が993万円となってます。こちら年収サイトという有価証券報告書よりですね。はい、終わります。